これより北伐の準備。北伐の成功なくして陣の世はなりません。たる戦いに備え万全の準備を整えましょう。このままでは兵器の開発が間に合いません。要となる鉱石が手に入らないのです。魏軍が掘り尽くし城に保管しているとか。こうなっては奪い取るしかありません。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。で、敵だ。食軍が侵入したぞ。こっちだ。行くぞ。へい。せえ。や、ふっ。せえ。や、せ、た。は、は。は、せ、た。わ。これで北伐までに完成させられます。新兵器の活躍にご期待ください。ああ、私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。ちー兄上すごい。町の女性がほっとかないのもわかるかな。高尊園殿に送るという書簡、魏からの独立と共闘を呼びかけるものだとか。両党の方では茶が珍重されると聞く。書簡に添えれば高尊園殿を動かせるやも。お茶ならこの辺りでいいものが取れるよ。最高級品なんだって。ここの茶は絶品ですぞ。よろしければお持ちください。
これなら高尊園殿も気に入るはず。きっと良い結果に結びつくだろう。よし、うまくいったな。よし、言われた通り材木を集めないと。重いものを運んだら少しは筋肉がつくかな。参道の資材を集める、それが任務。山沿いの拠点を回らなくては。なんだお前ら、ここは俺たちの家だ。さっさと出てけ。山賊が居ついている。行くぞ。ここは諸君の拠点。勝手な真似は許さない。資材は無事ね。すべて残らず回収する。俺たちの根城で何してやがる。まさかここを奪おうってのか。私たちの拠点に住み着かないでください。今すぐ返してもらいます。わかるかな。
教族の協力を取り付ける。この命必ず果たさなければ。だがなぜここを会談場所に選んだのか。義と職の国境だというのに。騒ぎが。あなた方は職軍、なぜこんなところに。いやいやいや、今は戦ってる場合じゃないってのに。覚悟してくれ。階段はお流れか。熱心戦勝剣。せっかくここまで来たのにな。引かねばならぬとは。教族との会談が。義軍も教族を待っていた。気になるな。辺りを探ってみよう。敵将、私が討ち取った。教族の首領名刀である。見事な戦いぶり見せてもらったぞ。義の将もお前を待っていた。この戦いそちらが仕組んだのか。うん、どちらにつくか決めるためにな。この比例は戦働きにて返そうぞ。探索見事だ。父上も喜んでいると思う。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。これまでの成果を確認しましょう。兵器の開発は順調のようですね。北伐でも活躍することでしょう。教族との交渉は無事にまとまりました。これで援軍が期待できます。参道の建設は滞りなく進んでいます。険しい山も安全に行軍できるでしょう。高尊園の先導は成功したも同然。義の戦力を分散させられるはずです。皆の尽力により北伐の準備は整いました。あとは来たるべき日を待つのみです。あなたのおかげで北伐の準備は整いま。孔明様、馬謖などが率いる前線の馬謖たちは苦戦しているようですね。早急に体勢を立て直せ。必要があります。そのために芝居のいる天水を落とします。義軍を押し返し味方を救いましょう。
それにしても鉄水南東の布陣は見事ですね。どんな人物が指揮をしているのでしょうか。本来ならもっと兵を動かせたものを、両島の高尊炎が騒いだせいで兵を裂かれたよ。俺たち負ける気がしません。念入りに準備していただき感謝します。覚悟してくれ。やはりあなたは諸君に欠かせぬ存在。今日は一段と輝いて見えます。我が力ではかなわぬか。思考の部はまだまだ遠い。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。いいぞ、覚悟してくれ。烈神炎症剣。いつも馬長と一緒にいた。あの男が死んだというのは本当？こういうのはどうかな。俺が君を馬鹿のところに案内してあげる。私に力を。強烈回転脚。ふざけた男。馬長、そうやった時はあなたも。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。やる。敵将を倒して助けないか。
私の知力が破れようとは。壁将、私が討ち取った。私が討ち取った。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。やる。その美しさ、食匠の中では稀有。いざ超春愛と華麗なる勝負を。ならば受けて立とう。この超死竜、何者にも遅れは取らん。援軍停止。私たちは命で防衛線を張る。ここの手薄なのはいけませんね。皆さん、私たちでここを守るのです。私に力を。ごとき素晴らしい戦いぶり、敵ながら見事でした。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。見事な戦ぶりだ。覚悟してくれ、烈心剣士の剣。守らなくては。あの二つの要所を狙えばきっと。カン・アン国マイル、行くぞ。ジッター訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。さあ行きましょう。気分は体当たりです。
込んでいるだろう。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。これなら力を発揮できるはず。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。行くぞ。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。ここは守りを固めるぞ。耐え抜いて好機を待つのだ。敵も強い。でも逃げるわけにはいかない。行くぞ。探索見事だ。父上も喜んでいると思う。行くぞ。侮れぬ相手のようだ。慎重に当たるとしよう。
陣は終わっているな。これで食軍を迎え撃つ。なるほど、隙のない見事な陣形だ。脅威に任せときゃ楽できそうだな。天霊、天水の南方に陣を敷いた大将が判明。臨時と噂される脅威のようです。我が軍に迎えに来るとす、彼を捕獲するよう全軍に突き進む。素直に帰ってくれれば良いです。ひどい目にあった。脅威の陣形など何の役にも立たんわ。そこ攻める、そこ奪う。私に力を、強烈回転キャッチ。無理に戦い続ける必要もある。今は勝負だ。私が打ち取った。すごい、町の女性がほっとかないのもわかるかな。よし、ここで防御態勢を取るのだ。行くぞ。おまじ、ここ大事、守る。私に力を、強烈回転キャッチ。敵将、私が打ち取った。一旦引いとくか。こんなありさまじゃ先が重りやられるぜ。戦況を考える。私たちは残って守備をするぞ。敵将、私が打ち取った。ここまでか。職軍にも手ごわい者がいる。
私が防御に当たるとしよう。してしまっている。この地に強迫役あり、職軍を決して投手はしない。私に力を！強烈回転脚！敵の手に落ちるとは無念だ。早く処刑するがいい。どうした？なぜ手を下さない？まさか私に木を裏切れというのか？配下の命を保証してくれ。それならお前たちの思惑に従おう。敵将、私が取った。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。諸葛亮様、脅威殿が義軍と交戦しております。脅威がこちらに着きましたか。計算通りですが、喜ばしいことです。天水を奪わねば、その部下が裏切り者のそしりは甘んじて受ける。何、脅威が攻撃を仕掛けてきただと？おのれ、裏切り者めが。わけにはいかない。各白星、死ぬ気で挑もう。ここを抑えれば援軍を送れる。馬直殿を救うため絶対に取り返すぞ。敵の要所を落とす。いざ、皆、つけ。
私に力を。強烈回転キャッチ。という覚悟で食は。打ち拾いとはまさにこのこと。救援助かりましたぜ。直ちに兵を再編し増援部隊を結成します。行くぞ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。やる。押してるな。この勢いで外邸をいただくぜ。私の布陣が悪かったというか。そんなはずは。なぜだ。外邸を奪われたら大変だ。諸君の前線が一気に崩れてしまう。少し無理なくらいで沈んでんじゃねえ。俺たち今日が援軍に来たんだ。行くぜ。私に力を。強烈回転脚。おいおい、これだけ有利な戦いに負けるのかよ。こう被害を出してしまうとは。全て私の責任なのか。馬食様、王兵様が援軍を、我らを救おうとしてくれています。王兵どもが、そんなバカな、私を見捨ててないというのか。まだ戦える兵がこんなに残っていたか。これで援軍を送れるぜ。王兵殿、信玄を無視した私を助けに。謝罪にもならんが、手伝わせてくれ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。観策、見事だ。父上も喜んでいると思う。この戦いの用地、孔明様のため必ず落とします。何者であろうと陳宗は落とさせん。我が鉄壁の守りを見るがよい。どんな献上であろうと関係ありません。多くの兵器を用意してありますから。城内に入り込めば数に勝るこちらが有利。覚悟してくれ。セーランを用いて城壁を乗り越えるのです。敵はセーランを使うか。ならば弓兵部隊、城壁の上に布陣せよ。弓兵部隊の
指揮官を狙ってください。統制を失った部隊は機能しないでしょう。これでは引くしか。陣装が落ちては義軍全体が危ない。陣装を奪えましたね。これで巻き返せるはずです。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。諸軍よ、遠路はるばるご苦労だったな。この地を貴様らの墓場にしてやろう。敵の要所を落とす。みんな続け。探索が真の三国武装ってことで、私が運命の人なんだから当然。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。の要所を落とす。みんな続け。私に力を。強力回転脚。敵将、私が討ち取った。我が知略が及ばないだと。おのれ諸葛亮。芝居は引きましたが、最悪の事態は避けられました。しかし被害も少なくはない。もはや北伐の続行は不可能でしょう。皆さんの働き、担当直入に言いまし、先の北伐はに上昇。劉備殿が目指した陣の世を迎えるため、何としてもここで義を打ち果たします。芝居は容易ならさる相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。わかりました。五条原の前線へ兵糧を届けねばなりません。そのためには新しい荷車が必要です。しかし材料が手元にありません。まずはそれを集めましょう。これで材料は集まりました。急ぎ荷車を作り兵糧を送りましょう。
な荷車を揃えることができました。急ぎ前線の五条原へ兵糧を運びましょう。兵糧が届けば多くの兵を賄えます。何を召し上がりますか？またのお越しを。よし、うまくいったな。宗衛が戦略に関する命を出したらしい。何が指揮しているの？なぜ命を？何やら企みがありそうだ。命を持った使者を捕らえ確かめてみよう。芝居では兵を抑えきれなくなっているな。この状況を使わぬ手はない。命を差し替え撤退するよう仕向けるのだ。我が策が成功すれば宗心は撤退するはず。上安の城外で待ち伏せしてください。わかりました。敵が来るまでじっと待ちますね。この地は私が宗衛の命を書き換えていった。これで芝居の思惑も外れるだろう。この偽の命を長安に届けねばならない。伝令を敵に気づかれぬよう護衛してほしい。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に伝令か。合言葉を言え。行くぞ。まさかどうすれば。行くぞ。
るか。くそ、早く知らせないと。やられちまうなんて。早急様、すみません。お前所属はどこだ。顔色が悪いぞ。おい、このままでは正体が暴かれてしまう。だが何とかしてくれ。お前こそこそと怪しいやつだな。名を名乗れ。サンダクマ、まずい。気づかれたか。誰か助けてくれ。宗久様、陛下にお手紙でございます。陛下から。行くぞ。よく届けてくれた。すぐに確認するゆえ休んでくれ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。宗永様のご指示だ。皆撤退するぞ。我に従え。こんにちは。皆さんが出てくるの待っていました。敵襲か。なんでこんなところに。なぜだ。撤退すると読まれていたのか。芝居殿にも見せなければ。家へ駆け抜ける。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。やる。この戦線は俺たちが死守する。覚悟してくれ。烈心炎症拳。行くぞ。私にできることは。私の手紙を届けられずに俺は何をやっているんだ。敵将、私が討ち取った。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。いいぞ。ジーアニウエス、長安の敵将は撤退しました。指揮官を失い、長安一帯は混乱しています。を駆使するまでもありませんでしたね。これで長安は我らが抑えたも同然です。
私を破り五条原の背後を取るつもりか。その浅はかな企み、ここで潰してやろう。私とて諸葛一族に連なる者、ミスミス美を取らせはしない。与えられた任務を全うできず、強烈回転。この程度の男か。敵将、私が討ち取った。やるぞ。行くぞ。やるぞ。行くぞ。油断があったか、父上。私をボングとお叱りください。行くぞ。覚悟してくれ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。覚悟してくれ。烈神剣士の逆。落とされるわけにはいかない。ここは防衛策を展開し、死ぬ気で守る。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。な騒ぎが。この付近の防衛につかねば。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。覚悟してくれ。烈神炎症拳。私にできること。極限だ。行くぞ。打つとも果たせないって。無念。敵将、私が討ち取った。大したものだ。その分当てにさせてもらおう。真の三国無双、お前以外にありえまい。敵の防衛策を反壊させました。このまま全部壊してしまいましょう。敵の防衛策をかなり破壊しました。あと一踏ん張りで全部なくなります。やりました。敵の防衛策は全部壊しましたよ。行くぞ。極限の防衛策は全て壊れています。これで美瑛の進軍も楽になりますね。行くぞ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。俺たちは美を攻める。
進軍するぞ。北限を孤立させるわけにはいかないぜ。兵糧は俺が必ず届けてみてる。諸君、兵糧を奪うつもりだな。俺たちが来たからにはそうはさせんぞ。義も増援か。だが兵糧を運ばせるわけには。覚悟してくれ。烈戦検証。兵糧を届けきれなかったか。こんなはずじゃなかったんだけどな。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。北芸の兵糧。輸送を阻止しました。食糧不足により敵の士気は低下しています。五条弦を囲もうという。面倒だがここは踏ん張って止めないとな。思惑通りに西を取れると思う。ここで息の根を止めてやる。しまったか。手を抜いたつもりはなかったんだからな。よし、五条弦の西を抑えた。これで攻めやすくなるはずだ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。
てどこへ行くつもりかしら。その前にここで息の根を止めてあげる。敵の痛いところをついておくが、行くぞ。狙うはあの地だ。行くぞ。守りきれないだなんて。あなたの絶対に忘れない。覚悟してくれ。私とて軍神の子、負けるわけにはいかない。見事な戦ぶりだ。五条原へ兵糧を運びます。道中の護衛をお願いできますか。ああ、路上に障害物が。このままだと荷車が進めません。五条原の味方が待っているんです。障害物をどけられればいいのですが。ん？お前らは諸の輸送部隊か。ここで撃ってくれる。行くぞ。この荷車は兵糧だな。このまま投資はしないぞ。お前らは諸の輸送部隊か。ここで撃ってくれる。なかなかの実力を持っていますね。行くぞ。
私とて軍神の子、行くぞ。負けるわけにはいかない。さすがです。範疇からトラ戦車の燃料を持ってきたぞ。ほら使ってくれ。これで炎の威力が増すだ。トラ戦車の力思い知らせてやる。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。この地は私が制した。働きだ。攻め来ようと、ショックなど私の敵ではない。ここで散るがいいわ。長安の人は何をしてるんだ。メールは来ないのか。義軍は連携がうまくいっていない様子。この機に乗じて攻めましょう。全軍として参じました。共に義軍を打ち果たしましょう。私に力を。強力回転剣。これ以上の成果は上がらんな。撤収する。敵将、私が討ち取った。観察超かっこいい。敵の元へ向かう。みんな、私についてきてほしい。この地は私が制した。私には不要。またお会いしましょう。敵将、
私が討ち取った。さすがです。その調子でお願いします。私に力を！強烈回転脚！ここまで追い詰められるのはかえって新鮮。また会えたらいいわね。敵将、私が打ち取った。覚悟してくれ、烈心エンジン。この私が押し切られるとは。ここは引くが、次はやらせんぞ。芝居は、義は、引きましたか。これで、真の世は。孔明様、どうなさったのですか、孔明様。私が倒れたせいで戦に水を差してしまいましたね。そうか。五条原の戦いで関作は躍動した。彼の活躍もあり、職軍は魏の芝居を撃破し決戦に勝利する。戦功を挙げた関作は将としての自信をますます深めた。もう彼はただの若い武人ではない。花のような姿に堂々たる威風をまとわせて、関作は軍神である父に並ぶ立派な将軍に成長していた。